富良野観光物語。富良野の空、清水山から。北海道のほぼ中央に位置する富良野市は、周囲を囲む山並み、田園、ラベンダーの花畑など、四季を通して美しい景色を見ることができます。眺める場所を少し変えると、また違った景色に出会えます。広大な田園風景、そしてその背後に広がる十勝岳連峰の雄大な景色を眺めながらドライブを楽しむ方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。今日ご紹介する富良野市の清水山も、美しい景観を楽しめるドライブコースとして人気があります。清水山は、空知川と富良野川が合流するあたりに広がる小高い丘で、富良野駅から2キロほど北西の方向にあります。清水山とその周辺には、富良野ワイン工場、ぶどう果汁工場のほか、ワインハウスやカフェ、ペンションなどが点在しています。傾斜を利用して広がるぶどう畑も、四季折々の美しい景色を見せてくれます。また、ぶどう畑の一角には、北海道の有名なお菓子屋さん、六花亭のカンパーナ六花亭が、周りの景色と調和するように立っています。時刻は1時を過ぎました。太陽の動きをもとに、1年を24等分した二十四節気。今日はその二十四節気の雨水にあたり、雨に水と書きます。雪が雨に、氷が水になるという意味だそうです。今の気温はプラスの1度。雨水という季節の変わり目を感じます。久しぶりに暖かな日差しに包まれている感覚です。十勝岳連峰の上に大きな傘のような雲がかかっています。雪で覆われた山並みがとても近くに感じられます。天候が崩れる前日、今日のように山並みがとても近くに見えることがあります。あの雲は天候が荒れる前触れと言われる笠雲の仲間かもしれません。上空の雲が少しずつ形を変えていきます。眺めていると
三段のお餅を重ねたような形に見えてきました。透き通るような青空に浮かぶ白い雲が、厳しい寒さの日の空とは少し違っているようにも見えます。春が近い空なのでしょうか。時刻は4時を過ぎました。西の空に日が傾きかけて、十勝岳連峰の山並みもうっすらと色づき始めました。二つの大きなクジラのような雲が見えます。先ほどの笠雲が形を変えたのでしょうか。二つの大きなクジラの雲の先には小さな雲がいくつか浮かんでいます。クジラの家族が大海原をゆったりと泳いでいるようです。暮れていく東の空をゆっくりと流れていきます。時間の流れとともに変わっていく空を暗くなるまでずっと眺めていたい。そんな思いになりました。